かまあいいか。もう朝や、朝ですよ。ハーフツイン女が来ました。ハーフツインです。チロのお気に入りの。ちょっと待って、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 お兄さん、そこラッスン1分遅れじゃないの珍しい。確かに結構いつも1分遅れになるの嫌やから、あの頑張ってみた。すごい今頭の中に夏の催眠術が流れてます。もう夏終わりそうやけど、夏終わってほしくないよ。行かないね夏さん。おはよう。ちゃんと起きれないや。ちゃんと起きれました。もうこれがデフォやから、まあ余裕ですよ。治療にかかればもう早起きぐらいは余裕ですね。おはようチピ、今日は誕生日、おめでとうございます。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー。あー、おはよう。今日は何日やっけ、9月25か6か、6か6か、おめでとうございます。やばい。起きひんかったことなかった。中色毎回ちゃんと起きてますけど。邪魔すんねやったら帰ってや。なんかあ、やすさん、あの前の時言えへんかったから、星焼き、星かな、じゃあ熊さん焼き、あれ忘れちゃったけど、ありがとうございます。おはよう、おはよう。そう、最強チューイン、僕の好きな最強ツインテール、似合いすぎて驚死する。最近朝はチヒロンと会えるので楽しみ。やった、嬉しい。めっちゃチヒロンもみんなと会えるから朝頑張って起きれる気になります。ほんまに絶対起きひんから、朝とか朝全然起きひんのに、あんまり声出てたよ。あの徐々にね、多分配信終了5分前ぐらいになったら喉が本調子になってきます。朝ごはん食べました。かやくご飯食べた、美味しかったです。もうかやくご飯大好きで、なんかモバメとかにもめっちゃ何々食べた何々食べたって送っちゃってて、かやくご飯も前言ったんですけど、あのね、いつも食べ物の話して食べ物の話しちゃう。はよう、きねいさん、ありがとう。おはよう、おはよう、おはよう、おはるん、おはるん。暦の上では9月は秋ですね。確かに、もうだって9月末とは思われへんよな。めっちゃあったかいし、でも最近やっと涼しくなってきて、チロもなんか鼻声になってきて、季節の変わり目です。昨日あった気がしたけど、幻覚かな、幻覚、幻。今日誕生日なんです。誕生日の人多い、待って、誕生日の人多い。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、わーすごっ、めっちゃすごいやん、なんか奇跡起きてる。おめでとうございます。いい一年をちひるんとともに。来年祝ってのは分かりました。任せてください。皆さんお祝いしましょう。仕事中やけど、おはよう、おはようございます。ちひるんの気象が疑われてても起きてますよ。まあ4時ぐらいには起きますね、普段から。あ、嘘です。昨日夜も大雨、リハの真面目な話からのセクシー担当チール。そう、昨日はあのちょっと前の宣言通りセクシー担当 の写真を載せるよって言ってたので、セクシー担当チールの
風写真を載せました。100キラありがとうございます。ちなみに私も卒業生の前田玲子さんも今日誕生日ですけど仕事、え待って誕生日多い、ま、え今日玲子さんの誕生日なの、へよせーのね、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーに、あもういっぱいいっぱい俺いっぱいボボボボボボボララ、ハッピーバースデートゥーユー、おめでとうございます。え多くない今日誕生日の人、すごなんか仲良しになれる、そう同じ誕生日、チロ同じ誕生日の人出会ったことありますね。いっぱい、あの書いてくれたコメント、同じ誕生日のこと、初見です、初見じゃないですねあなた、わかります、千尋の審美眼キラン、千尋から見て愛車ってどんな子、愛車はめっちゃ優しくて声が可愛い、まあ、顔は可愛いのはもちろんなんですけど声が特にもうなんかあのもう声優さんしてほしいってずっと言ってます。ちひろのカラオケも好き、ありがとうございます。ちょっと朝は声出てへんけど夕方の配信やったらカラオケできるから多分多分ワインさん、斉藤さん、ツインカウタンさん、ツッキーさん、ナグノンさん、キタポンさん、あキタポンさん、あれキタポンさんごめんなさい、セイくん、桃と桜さん、りょうさん、ドグラスさん、しろちゃん、にーがんさん、ちょちょさん、よっぴーさん、桜田さん、おさむさん、むらさん、梅さん、ゆきおさん、べっくさん、にゃんたさん、みみーさん、かきさん、うーたんさん、ありがとうございます。よいしょ、なんか斜めった。よいしょ。いける。久しぶりに戻ってきました。やった。ありがとう、戻ってきてくれて。おはようおはよう、100キラキラありがとう。いい色お唇。ありがとう。チャームポイントかな。チロの唇。食いしん坊さん、そう食いしん坊さんです。ジャンピオさんありがとうございます。モーメントたら千尋の食生活が分かるのね、そう千尋の食生活が分かりますね。火薬食うて爆発せんの。火薬ご飯、確かになんで火薬ご飯って言うんやろ、爆発しそう、爆発しそうな名前、確かにあんまり考えたことなかったけど、秋好きですか？秋好きです、めっちゃ好き、でもあのなんか冬が寒いのが苦手やから、あの冬が来るのが怖いからちょっとあの怯える季節ですね、チェロにとっても。寒いのがちょっと苦手なんですよ、もう凍えちゃうから冬眠したくなっちゃって、もうどこにも出ていけないので。まだエアコンつけてるよ。ほんまにですか？チロはついてない。環境の変化に対応していくタイプやから。なんていうの？変温動物みたいな。こういう感じ。何をしてるんやろ。今朝外21度。21度？冬やん。やばい。冬や、来ちまうやつが来る。でも冬もね、なんかまあ可愛いし、まあ雪とかあるし、クリスマスも年末年始もあるから頑張ろう。今年誕生日です、それはそう。それはそうです、当たり前、チロも今年誕生終わっちゃったけど。レインボーさん好きなネタは、レインボーさんの好きなネタ、なんやろ、決められへんけど、なんか YouTube のショートとかに載ってる、なんか何
なんかあのビデオ通話してるみたいなやつが好きです、あのシリーズ系が。めっちゃ面白いんですよレインボーさん、ほんまにほんまに面白い。明日はみゆちゃんの誕生日、そうみゆちゃんの誕生日です。もちろんは誕生日プレゼントもちゃんと用意して準備バッチリやから、みゆちゃんのことを盛大に祝いたいと思います。炊き込みご飯じゃなくて火薬ご飯っていうのが関西の子らしくて、え、火薬ご飯って関西しか言わへんですか、え、びっくり、火薬ご飯みんな火薬ご飯って言うんやと思ってた。確かに炊き込みご飯とも炊き込みご飯っても伝わるけど、火薬ご飯がベース、すごっ、そうなんや。セクシー写真届いた、よかった。おはやよ、今日も仕事行ってきます、朝から千尋のお顔見れて嬉しいです、よかった、お仕事頑張ってください、パワー、オッケー、今日も大吉。モンバーメイ楽しそうだな、気になってきた、嬉しい、ぜひ千尋に惚れたっていう名前なんですけど、ぜひ受け取ってくれたら嬉しいな。明日はワイの嫁さんの誕生日。誕生日の方多くない？すごい。明日はじゃあお祝いしましょう、奥さんの。また千尋に DD 加速します。 DD？ あ、千尋も入ってるってこと？嬉しい、ツン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 、もうツンツンしちゃう、いつもポン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 してほしいのをしてしまう。初見ですかね、初見じゃないですよ、初見です、初見です、初見じゃ、なんかあの初見じゃない人の初見トラップがたくさんあるけど全然わかりますから。これだけ聞いてたら辰本さんっぽいな、最上級の最上級の褒め言葉やけど大丈夫。いやもうゆゆさんほんまに可愛くて、ほんまにもうアートめっちゃ可愛くて、白くてピンクで可愛くて、はあ、かわいい。ふう、夢は逃げない公演の初日でもあります。そうなんや、夢逃げ公演、今日なんや、すごい、ちるもなんかそういう記念日系調べとこ。調べとこ、なんかそういうの言えたらちょっとかっこよくない、今日はの今日はまあ千尋の誕生日やでとか。それはわかる、それは自分でもわかるけど、なんか今日は凪一の発売日やでとか言えたらめっちゃかっこいいから、よし勉強しよう。明日はみおちゃんが誕生日だけ同じやだったら運命やったけど、一日違いでよかったです。運命感じられちゃうから、初見です、初見ありがとうございます。なんかちょっと見えにくいけど、千尋こと石山千尋です、兵庫県出身、高校1年生16歳です、ぜひ覚えてください。なんかちょっと絶妙な距離感じゃない、普通なんかこういう感じで配信してそうやけど、ここまでとか絶妙、仲悪いみたいこの髪と。100キロありがとうございます。で、ね、朝涼しくなりました。うん、午後はゲリラだけど何時頃かな、午後はできそうなら6時から8時までの間とかにはなるかなと思います、多分。石焼きもち千尋になってるって言ったら、愛車が千尋かわいいって、嬉しい、しゃんね、やばい、声が遅れて聞こえてくる、それはちょっと待っててください。オッケー、よし。おはよう、おはよう、あ、待て待て。
水色の冬服楽しみにしてるもこもこ。え、嬉しい、もこもこ。そうね、もこもこ着ますよ、いっぱい。冬はパジャマももこもこやし。あ、今日の12時から第3次受付みたいな、今回のイベントの。なのでちょっとまだモバメとかでブログとか送れてないんですけど、そのことに関してぜひ来て、会いに来てくれたら嬉しい。握手会とか何やっけな、何やっけ、ナンバ式で3人1組とか2人1組とか4人1組とかなんかいろいろあるんですけど、そういうのでオンライン話し会はもう完全に2人きりから、うん、あまあまの時間を過ごしましょう、一緒に。ぜひらと全国どこからでも参加できるのがいいよね、お話し会は。あと握手会よりもなんていうの、長い時間お話しできるのがいいよね。劇場の寒さは大丈夫？劇場大丈夫？確かに劇場涼しいけど、でもまだ劇場ね、過ごす冬を経験してないから分かりません。どこだ、マサ、天水のカレーそばとかと火薬ご飯食べたい。火薬ご飯、カレーそば、カレーそば、カレーそばって初めて聞きました。カレーうどんとかじゃなくて、すごっ。埼玉県は雨でした。あら、雨降ってるんですか。あらあらあら、晴れてますね、こっちは。めっちゃ晴れてました。冬ではない。冬ではない。もう千尋からしたらちょっとでも涼しくなったらもう冬やと感じてしまう。出まかせプリンスさん、ラグノンさん、キッシーさん、ベックさん、シャキシャキシローさん、シロちゃん、天然腕時計さん、おでん屋さん、ナオさん、ミミンさん、ショウさん、ナオトさん、タヌキさん、なにわのヒデさん、ありがとうございます。火薬、調味料、香辛料で大阪の薬問屋街から広まった説あるみたい。火薬とか五目ご飯やうどんな、うどんなどに入れる具という。あ、それが調味料診療だ。あ、それが大阪から広がったっていうことやね。もうみんな覚えとき、火薬ご飯ってそういうことやから。まあ、チエロは知ってたよ。まあ、雑学王やね、チエロって。みんな覚えといた方がためになるんじゃない。冬って5度ぐらい。ほんまに。ほんまに冬って5度。5度やばい。ジヒルのダジャレで寒くなるの大変やない。あったかくできるから年中無休で、暑くなりたくなったらまあジヒルのとこに来てもらったら。エアコン設定16度5月から切ってた。やばくないですか、16度凍え死んじゃうよ。16度は凍え死んじゃいます。モンブラン好き、モンブラン好き、クリキー好きですよ。チーロ、関東で五目ご飯、関西で火薬ご飯。関東では五目ご飯っていう、五目並べみたいな。冬服似合いそうな顔してる。嬉しい、嬉しい。冬顔。でも夏、春夏生まれやで、5月24日やから。チャンピオンさん、超絶かわいい、ありがとう。炊き込みご飯、確かにね、炊き込みご飯。九州も火薬ご飯って言うんや。へえ、すごっ。なんか難しい。お好み焼きとご飯一緒に食べれる人ですか。食べたことないけど食べようと思ったら食べれると思います。なんかね、お好み焼き食べるときはお好み焼きだけを一緒にいっぱい食べたくてお好み焼きしか食べないんですけど、でも
食べようと思ったら食べれると思う。今日は N 公園に行ってくれ、いいな。乗船してください。うん、 N シップ公園。おはよう、おはよう、おはよう。ちひろんが元 DD バレてた。元 DD なんです。そう、いやもう今も DD やけどね。まあちょっと隠しきれてない DD を。おはよう、おはよう、かわいい、ありがとうございます。初見です。あ、本当の初見さん。ふーたんいきなり追加すごいね。そう、すごかった、びっくりした。チエロもふーたんすごい、あのオンライン追加があって、チエロも頑張ります、追加を目指して。追加したらだってあの皆さんと会える機会増えるってことやんな。それは嬉しいから。多分初見でした。初見じゃないです。机の横にヤヤの写真を置いてもそう、結構図星。ちひろに惚れた、変身できたから呼んでね。わかりました、変身できたから呼んでね。わかりました、呼び全部呼んでますよ。変身ちひろ、ニタニタしながら呼ぶのがちひろのあれなんで。そんな JC だと思ってました。高校1年生ですよ。え、皆さん注意固定部屋でいいくらいには嬉しい。ハーフ注意好きなんです。ヨイナちゃん、ラワンさん、ナウトさん、海太郎さん、ミンウェイさん、ミミーさん、夏の大三角形さん、タッカンさん、 OTGP さん、マミさん、アズサさん、ありがとうございます。アイシャみんなのママ、そうね、ママ。チヒロンと24日が誕生日ということだけ同じ。これも運命ですよ。それはもう心と心が通じ合っちゃってる感じです。ま、生まれた時からまチヒロと運命を交えることは分かってたってこと。そういうことですね。オンラインはおすすめの日はありますか？おすすめの日はメイドさんの日かな。あのハロウィン目前の10ハロウィンに一番近い10月の最後のオンラインお話し会のやつが部がメイドさんするんですけど、それがおすすめです。メイドさんほんまに届いた時びっくりするぐらい可愛かった。楽しみにしててください。ハロウィンなので皆さんに、ご主人様待ってます。一覧表はチロの過去のブログに載ってるのでぜひ見てくれもらったら嬉しいです。え、そうなんですか。30受付って10月のお話し会の受付終わり。ええ、そうなんですか。じゃあ今回までってことですか。あの何やっけ、メイドさん千尋に会えるの。え、寂しい、それ。え、びっくり。え、びっくりなんですよ。あまあま、オンライン撮りながらね、あまあまですよ。もういっぱいラブを注入、ラブ注入ハマってることは。さっきコノの配信見てたらタコのモノマネ喜怒哀楽。喜怒哀楽楽。この海に見られてたら怒られそう。チルもちょっとできてますか。大丈夫かな。できてますように。て、あ、天馬さって呼ぶ。夕方ゲリラです。そうですね。あのもう5分やばい。あ、大事なさん、ありがとうございます。あともう5分なので、じゃあ皆さんちょっと、なんか早い、もうなんか、やりたい、もっとやりたい、はぁ、やった、早いですね。早くない？はじめまして、はじめまして。あ、じゃあちょっと一回先壇上読んでいきたいと思います。いきます、よいし
13位アイマールさん、ありがとうございます。12位、え、あ、キリンのリンやんな、アリンさんかな、ごめんなさい、読み方間違ってたら教えてください、ありがとうございます。11位、桃と桜さん、ありがとうございます。10位、りょうがさん、ありがとうございます。あ、りょうが、りょう、あ、りょう、りょうぐ4533さんやった、ありがとうございます。9位、のりぶんさん、ありがとうございます。8位、何言うてんじありがとうございます。7位、そんなこと中目黒さん、ありがとうございます。どうぞ。6位、アンドハローさん、ありがとうございます。あ、待って、壇上、こっちの壇上めっちゃ変わってた、待って、どうしよう、こっちの壇上、え、どうしよう、めっちゃ固まってる壇上を読んでた、チエルって、え、待って、最新のやつこれか、ちょっと最新のやつ急ぎ目で読みますね。13位、ヨピーさん、ありがとうございます。12位、マミさん、ありがとうございます。クロミちゃん、クロミちゃん。11位、のにあのひねさん、ありがとうございます。10位、夏の第三学期さん、ありがとうございます。9位、トーリーりょうさん、ありがとうございます。8位、なおさん、ありがとうございます。6位、違う、7位か、7位、ドグラスさん、ありがとうございます。6位、ナグノさん、ありがとうございます。5位、カキさん、ありがとうございます。4位、おさむさん、ありがとうございます。3位、しろちゃん、ありがとうございます。2位、ブミーさん、ありがとうございます。リボ。1位、チャンピオさん、ありがとうございます。よし、言えた、よかった。ごめんなさい、あの、間違えて固まってる方のやつ読んじゃった。名前呼ばれてびっくりした。間違えちゃった。ライブランキング、うん、ライブランキング、どこやろ、あ、なんか何読んでる。そう、なんかこっちの方が固まっちゃってて、違う端末で見てるんですけど固まっちゃってて、ごめんなさい。デスさん、白とアンサメロンパンさん、ナオトさん、ありがとうございます。じゃあ夕方はできそうならゲリラで配信するので、また来てください。皆さん、今日も朝から見てくれてありがとうございました。今日も一日、まあ、千尋を何してるかなとか、千尋のこと好きやなって思いながら思いながら見てくれたら嬉しいです。行ってきます、ありがとうございます。千尋のことも言ってくれて、行ってきます。皆さんも行ってらっしゃい。